路寺さん、甘露寺さん。なーに、しのぶちゃん、どうしたの？退屈な毎日に少し面白いことを考えました。なになに、興味あるわ。名付けて富岡さんドッキリです。面白そうなタイトルだけど、どんなことをするの？甘露寺さんに私のスマホで私になりすまし、富岡さんと LINE 投稿してください。私、しのぶちゃんみたいにうまく話せない。そこは私のように振る舞わなくても結構ですよ。甘露寺さんが思っていることを LINE してくれれば。そんなのでドッキリになるの？なりますよ。私と甘露寺さんの性格は違うんですから。富岡さんがどんな反応するか楽しみです。すごいわ、しのぶちゃん。こんなことを思いつくなんて素敵ね。わかったわ。私やってみる。リラックスしていつも通りで LINE してください。私も横で見ているので、イグロさんと LINE するみたいに。そんな話が進んでいるとはつゆ知らず、俺のスマホに LINE が入ってきた。富岡さん、今いいかしら？どうした胡蝶、何か用か？用がないと LINE したらダメなのかしら？いや、そういうわけではないが、いつもの胡蝶らしくないセリフだ。あのね、富岡さんって何が好き？唐突になんだその質問は。だから何が好きなの？教えて。何が好きと聞かれても、なんだ俺からの告白を待っているのか胡蝶は。そのなんだ、好きだぞ言ってしまった。それじゃあ何が好きかわからないわ。名前まで言わせたのか。胡蝶はどうなんだ？え、しのぶちゃん？しのぶちゃん誰だ貴様？わわ、しまった。今は私がしのぶちゃんなんだ。誰って、私はしのぶよ。私のスマホでしょ。確かに相手は胡蝶の名前になっている。疑ってすまん。危ない危ない、もう少しでバレるところだったわ。そうね、私の好きなのは。俺のことをどう思っているのだろうか。桜餅、私桜餅が大好きなの。桜餅、何が好きと聞いていたのは食べ物のことだったのか。そうよ、なんだと思ってたの？変な富岡さん。なんてことだ。うっかり軽く告白してしまったぞ。私も答えたんだから。富岡さんは何が好き？そういうことなら俺は鮭大根が好きだ。おいしそう。私も食べてみたいな。今度一緒に食べに行くか。思わず誘ってしまったな。え、一緒に？いいのかしら。それってデートにならないかな。富岡さんとデートなんて素敵だわ。けどしのぶちゃんに怒られちゃう。嫌なら嫌で別に構わない。嫌じゃないわ。富岡さんと食事デートだなんて素敵だわ。今日の胡蝶はいつもと違う感じがする。そんなことないわ。どうして？いつも以上に女らしいというか、食べ物の話になるとやけに盛り上がるというか。しのぶちゃん、いつも通りでいいって言ってたけど、このままじゃバレちゃうわ。よーし。そうだ、食事デートだけじゃ物足りないから、どこか行かない？いつの間にかデートの約束ができている。胡蝶はどこに行きたいんだ？そうだなあ。私、桜餅の美味しいお店を知ってるの。また食べ物か。しかも桜餅。確か胡蝶の好物は生姜の佃煮だったのでは。よく知ってるのね、しのぶちゃんの好物。すごいわ。なぜそんな人ごとのように自分のことだろう。あのね、たまには桜餅も食べたいなと思って。そうか、女は甘いものが好きだからな。そうよ、甘いもの大好き。桜餅なら何個でもいけちゃう。何個でも？胡蝶、いつからそんな大食いになったんだ？それは年頃だからかな。胡蝶は少し細身だから甘露寺のようにふっくらしてもいいかもな。私ふっくらしてる？だから胡蝶は細身だと。そうだったわ。甘露寺さんはナイスバディだもんね。いやー、自分で言ってて恥ずかしいわ。確かに甘露寺は魅力的な体だが、どうにも力が強すぎて困る。魅力的な体、本当に？すまん。決して胡蝶に魅力がないわけではない。俺はどちらかというと今の胡蝶の体型の方が。さっきから俺は何を口走っているんだ。へえ、やっぱり富岡さんってしのぶちゃんのことが好きなんだ。もうここまで来たら言うしかないのか。さっきも軽く告白みたいなことを言ってしまったが。あれ、返事が止まっちゃった。どうなんですか富岡さん、横でハラハラしますよ。たとえ大食いになったとしても、好物が桜餅になったとしても、俺は胡蝶のことが好きなのかもしれない。きゃー、ついに愛の告白まで行ったわ。何がおかしい？胡蝶、お前に向けて言っているんだぞ。しのぶちゃんに交代するわね。交代だと？どういうことだ？はい、富岡さん、これはドッキリでした。ドッキリ？何のことだ？相変わらず鈍いですよね、富岡さんは。全く理解できん。説明してくれ。ですね、私の代わりに LINE をしていたのは甘露寺さんです。胡蝶のスマホでか？そうです。さっきまで LINE トークしていたのは甘露寺さん。まあ私も隣で拝見してはいましたが。全部胡蝶の言葉ではなかったのか？そうですよ。だからドッキリです。ドッキリしてくれました。ドッキリだと？あらあら、怒らせてしまいましたかね。俺はその程度で怒るほど小さくはない。へえ、寛大なんですね富岡さん。今回のドッキリで富岡さんが甘露寺さんをやらしい目で見てたのは分かりましたよ。魅力的な体ですって笑っちゃいましたよ。言わせておけば。私への愛の告白もしかと聞き入れましたよ。ドッキリで騙されていたとはいえ本心だ。俺は告白したんだ。で、返事は？そうですね、桜餅は好きになりそうですよ。真面目な話だ。返事を聞かせてもらおう。そう言われるとドキドキしてきました。返事ですか？嫌いなら嫌いで構わない。嫌いではないですが。何か思わぬ展開になってきたわね。ドキドキするわ。好きですよ富岡さんのことは。もう騙されんぞ。お前も胡蝶ではないな。いや私ですよ、胡蝶です。胡蝶しのぶです。その手には乗らん。次は誰だ？胡蝶かなえか。ですから私ですって、しのぶです。俺も何度もドッキリにかかるほどバカではない。では本人かどうかを問わせてもらおう。いいですよ、何でも聞いてください。今日の下着の色は何色だ？下着ですか？それは…って富岡さん、正解知らないですよね。危うく騙されて言いそうになりましたよ。もう少しだったのに。それで本人だと信じてもらえました？私も恥ずかしながら本心をお伝えしたんです。まだ胡蝶だと確信が持てん。どうしたら信じてもらえます？こんなことならくだらないドッキリなんかするんじゃなかったです。胡蝶、お前の3サイズは？それを教えたら私だと信じてもらえるんですか？なんか富岡さんらしくないわね。教えてくれたら信じよう。それはやっぱり嫌です。それじゃあ会って確認させてもらおうかな。あなた誰ですか？富岡さんじゃないですよね。さあ、どうだかな。もういい。胡蝶、これは軽い逆ドッキリだ。え？逆ドッキリ？そうだ。途中から吾妻に変わっていた。善逸くんに？いつから？やっぱり富岡さんじゃなかったのね。私も騙されてたわ。いつからだろうな。最初からかもしれんぞ。ドッキリを仕掛けたのに逆にやられた気分です。実は俺と吾妻が変わっていたのは嘘だ。俺は吾妻の真似をし LINE をしただけ。一人芝居だ。あんなみっともない LINE は二度とごめんだがな。最後までご視聴感謝する。この動画はどうだっただろうか。よかったらコメントやいいねをしていってくれると嬉しい。チャンネル登録をしてくれればまたすぐにでも再び会うことができるな。炭治郎たちも再会を楽しみにしているのでよろしく頼む。それでは。